うしゃ。お。やったー。さあこの番外編、このお二人で相談して研究しないように。お。じゃあ消して。いいじゃんいいじゃん。あ、めっちゃいいやん。はい、どうも、ショイティムでーす。ゆずきです。のぞみです。ピン芸人のみかんくんです。日本チャンネルのひろとです。はい、お願いします。はい、というわけで引き続きね、撮影させてもらいます。はい、今回は、はい、ロングティー。ロングティーね。やります、やります。ミキティーみたいな感じ。今回は、はい、あのお二人公式経験者なんですけど、すごいね。ちょっとグランド事情で、はい、軟式でロンティーやってもらいます。まあね、危ないからね。そうそう、ロンティーといえば、うん、僕なんですけど、今回僕は出ません。あんま自分で出ないと恥ずいよ。みんなから言われて言われて、はい、まあ、確か飛ばすけどね。そう、飛ばすけど、はい、軟式って言ったことありますか？軟式はいつだか、あります、あります。小学校の時とかもね。はいはい、ありますそうですよね。中学、はい、全然あります。あります。軟級分けで、あの今回使うのが、はい、ビヨンドマックスレガシー。レガシー、はい、鬼飛ぶ、一番軟式界で一番飛ぶって言われてます。そうなんや。そう、これ1本5万します。高っ。やばいっす。これ5万っすよ。5万高いな。はい、5万の 720g のトップ。そうなんや。まあ5万、5万言わんといてください。これもマグナインパクトっていうミスト の、はい、ターボのバットなんですけど、はい、これも5万はしないと思うけど、4万ぐらいですかね。すごいですね。合わせたら、合わせたら約10万ぐらい。あんま値段の生々言わんといてほしいな。このシャツはこれいくらですか？これですか？これ2000円とか。2000円ぐらいですか？はい、安いっすね。まあ、バッティングってどうですか？自信ありますか？自信はないです。ないです。自信ないっすね。え、それ飛ばせるかどうかってことですか？いや、普通に今までの人生でバッティングしてきて、はい、このバッティング自信あった時期とか。あ、あー、はいはい、はい、自分の話になりますけど。聞いてない、聞いてない。聞いてない。まあ、まあ自分から話し始めました。どうぞどうぞ。あ、いいですか？僕もでも3割言ってましたよ、高校の。3割、おー、3割は超えてました。全体通算は。はい、だから神田バッター。そうです、もうほんま弾道2とかです。めちゃくちゃ低い打球で、ホームランはだから生涯1本も打ったことなかったんですよ。弾道1じゃねえんだ。微妙じゃないですか。ちょっと上がらせて。見えは張ってます。見えは張ってますよね。ほんまは1です。弾道1ですよ。ごめんなさい、2にしました。1ですよね。1です。ボールに当たるか分かんないです。マジで。すごい苦手意識が。すごい、もう保険かけてるかもしれない。あ、確かにね、そのドッキリみたいな感じで野球できないって見せかけてやってるみたいな、ね、ドッキリ。どっかカメラあんのか。カメラあんのか。苦手なんだ。怖いな。どうですか？え、小学校の時のリトルでホームラン1回だけ。マジっすか？すごいわ。だから当たりゃ飛ぶってね。当たらないんですけどね。当たらない。そうそう、今回多分ロンティーなら当たるんで。まあそうね。大丈夫だ。あとはもうちょっとパワーで、うん、飛ばせるっていう、ね、ってもらいたいと思います。いきましょう、やっていきましょう。はい、いきましょう。ゴー。よーし、いくよ。1、2、どうですか？ OK です。大きくぶん回しね。1、2、うわー、上がんねー。上がんねー。いきまーす。1、2、うしゃ。お、1、2、うしゃ。お、1、2、うしゃ。お、お、定位置ぐらいもいった。すげえじゃん。1、2、うわ、やべ。ダメだな。定位置、定位置。1、2、やばいな、これ。大丈夫ですか？あと3、サンキュー。1、しゃー。1、しゃー。1、しゃー。まあまあ本店にヒットぐらい。そうですね。いきましょう。1、センター前ヒット。前見たぞ、これ正面ですね。そうですね。こんな感じの。ラストラスト。1、2、シャー。1、2、シャー。お、いった。え、待って、記録あそこまで。あそこですね。ありがとうございます。ありました。あ、打球が上がった。空振りしたら恥ずかしいよ。それは恥ずかしい。どうしよう。空振りしたら多分 2,3 回連続でこうなんか再生されちゃいますか？うんつってやろうかな。お願いします。よーし、よし。1、2、当たった。1、2、当たった。1、2、当たった。お、当たった。センター前ヒット。よし、当たってる、当たってるよ。当たったよ。1、2、お、1、2、お、飛んでるよ。おお、
飛んでんで。先輩大丈夫、先輩。なんか柚木振るの軽いね。1、2、1、2、1、2、ほら同じ。おお、いいよ。いや、けどまだ切れ目くらいだね。厳しい。重い、重い。720ある。いや、大丈夫です。大丈夫ですか。はい、いきますよ。1、2、角度がいいね、なんか、ま、いい角度で打ってる、ね、嬉しい。1、2、1、2、ショートゴロ。1、2、どう1、2、どう。あ、すごい、クリア。ショートゴロ。そうそう、マンブリのスイング見せてもらっていいですか。はい。わーりってことは、行くね。よし、行きましょう。よし、はい、はい、はい、よし、はい、最高。素振りのイメージで行っちゃった。すごい。1、2、おい、強い。もうハー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 入ってないと。ラスト2球です。よし、1、2、1、2、今のだ。じゃあラスト1、2。お、でもこれで突破です。ありがとうございます。お疲れ様でした。ありがとうございました。はい、お疲れ様でした。お疲れ様でした。ありがとうございました。さあ、いかがでしたか。楽しかったです。楽しかった。思ったより言ってたから。空振るって言ってたけど、あんま空振らずに、ライナー性のあたりで、すごいいい感じの、ほぼ全部センター前でしたよ。バッティング苦手って言ってる方とバッティングとは思えやんぐらいですね。本当っすね。うん、どうでした。もうちょっと飛ばしたかったです。やっぱやってないからな、やっぱ。そうですね。そうね。そうやね、うん、バットがいいよね。なんかこう、自分ってこんだけ飛ばせんねやって思ってんけど、ね、バットのおかげやね、じゃったね。5万ですからね。いや、やめてください。もうピロピロピロないな。値段言うチャンネルなんや思われるし。難しいの、ロンティーってどう飛ばすのかっていうのがね。そうっすね。うん、コツがいりそうな。確かに。コツはもう、体重移動と、まあ、当たる瞬間の勢いと。そうね、フォロースルー大きくね。そうっすね、いうやつね。そうっすね、大事っすね。アッパー気味とかね。そうですね。うん、まあ、あのこのね、野球女子のお二人に打ってもらって、はい、うん、光景見れましたんで、はい、そうね、女の子だけでやっぱすごいわ。女の子のほんな打球と思えやんぐらいやね。思えないぐらいだった、うん、もうヒロトと同じぐらいもん。それぐらいヒロトより良かったからな。うん、確かに。早かったしね。打球も速いしね。はい、本日コラボしてくれましたユーポンチャンネルのヒロトとみかんくんと、はい、この野球女子お二人の、チャンネルと、インスタ、はい、ツイッターね、動画の概要欄に貼っておきますのでチェックよろしくお願いします。お願いします。というわけで本日の動画は以上になります。チャンネル登録、コメント、高評価よろしくお願いします。それではありがとうございました。しゃっってことで、うん、ってことで、うん、一番打った誰でしたっけ。一番打った、いやいや、その僕はあれですよ、柵越え、柵越え、柵越えないと無理だから、うん、そう、そこの2人になるよね。どっち、どっち、どっち、どっち。欲しいから、自分から立候補するとね。やったー。さあ、この番外編、このアクティブームのほう暗殺でもかっこ俺サイズだから多分でかいと思う。ああ、でもこう大きめにね、ビッグシルエットオーバーで、これは2020年の商品デビューシャツ、うん、赤と、うんうんうん、なんでちょっとお二人相談して。おっ、いいじゃないですか。これでもね、先輩から決めるどっちも選びづらいよね。こっちやとかも選びづらいもんね。うん、まあ、じゃんけんでいいんじゃないですか。じゃあ、勝ったら赤、負けたらこっちで。はい、うんうんうん、はい、まあ、これ勝ちね、勝ちね、勝ち、負けね、はい、負け。お前、もつぎちゃう。違う、カメラしたいからよ。じゃんけんして。な、じゃん。お前、その最初の手合わせの何これ、何これ、なんかお前、AKB のじゃんけん。私はそのすぐです。あ、そこ、ほらどっちから、じゃんけん、最初はグーから。じゃんけん、ポン、ポンね、じゃんけんぽん。はい、合わせてきたよね。じゃんけんぽん。あ、勝ち、勝ち負けってことで、勝ちが赤、負けですね。あ、いいや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 、はい、おめでとうございます。ありがとうございます。ありがとうございました。ちょっと来てもらっていいですか。来てもらってね。多分サイズ鬼でかいんで。
っぱこのオーバーサイズっていうのは今ちょっと流行りですからね。そうっすか。オーバーサイズで着るっていう。そうっすね。パーカーとかもね。はい。そうっすよ。そうそう。だから女性のオーバーサイズの結構。マジでかい、マジでかい。パジャマでも。パジャマパジャマ。寝巻き寝巻き。並んで。これで練習しよう。いいじゃん。おめっちゃいいやん。ちょ後ろのみかんいらない。全然いらない。あ、間にいらん。キランとかいいから。キランとかいいから全然。俺サイズっす。アクティブームって知ってますよね。そのやつです。かわいいね。めっちゃいいやん。うん。ありがとうございます。ありがとうございます。おめでとうございます。まあ、まあ年巻きにでもしてくださいまあ、ね、トレーニングウェアにも使えるでしょうし、はい、そうそうそう、うん、まあちょっと大きいですけど、まあしまえばね、そうだね、ちょっと竹のほら長いユニフォームってあるじゃないですか、うん、あるある、ね、あるよね、超ワンピースじゃん、ちょええやめっちゃワンピースやん、うん、俺そんな長くないけどね、俺着たらそうね、そう、まあ、ガタイがね、ガタイがねしてるからね、そうやそうや、はい、ありがとうございました、ありがとうございました、ありがとうございました、飛ばせ、やべ、全然飛んでねえ、1、2、よし、おあの子ではやな、1、2、おナイスキャッチ、1、2、危ないっけ、全然飛ばんやん、お兄さん、1、2、ナイスこれ、いや俺もそんぐらいは思うねんな、おいラスト1、あーなんか難しい、ナイスキャッチ、それでは第1位いきまーす、弾道低いね、おっ飛ぶ、超えた、超えないよ、ないか、いや、いいわ、ほら、お結構飛んだぞ、めっちゃ走ってる、ラスト、1、2、あー、走った、これ全部外野行って外野かな、全部外野行ったわけだ、はい、あっ、はい、あっ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 、おら取った、ワンキャッチ、あ後ろ足元、あと2球、あーあー上がりすぎた、あでも1個飛んだ、チャンネル登録、コメント、高評価よろしくお願いします。それでは、ありがとうございました、翔平 TV 2022年版 T シャツ&スウェット販売、購入リンクは動画概要欄にあります。チェックよろしく。チャンネル登録1万人突破。皆さん本当にありがとうございます。2万人、3万人、4万人と頑張っていきますので、これからもよろしくお願いします。チャンネル登録は必須でお願いします。